私草好きなんで、たらふく草食べさせるランチのお店、俗に言うおしゃれなおうちカフェっつうやつやってんのね。私ちょうど50手前ギリ40代の時にこのおうちカフェを始めたんだけど、お知り合いにね、こんなことやってみたいなって思ってるんだって言ったら、あなた早く始めた方がいいわよって。なんせ私前職はねサラリーマンなのよ、会社勤め。飲食店って体力いるから早く始めないと体がついていかないから、もうできるだけ早く始めなさいって言われて、でギリギリね50手前でこのお店始めたの。先週作ったメニュー、こんなメニュー、ほら肉はどこって感じでしょ。いいのよ、肉は家帰って食べりゃ。ここ来たらね、刻むのめんどくさいでしょ。野菜って、野菜食べてちょうだい。あ、お汁はね今秋、かぼちゃがたくさんの季節だから、これねカレーかって言われたんだけど、いや違うのよ、この色はかぼちゃがねドロドロにわざと溶かしてあんので、このお汁の出汁は昆布といりこで取ってあんのよ。いりこの味ががっつりすると味噌溶くお汁って美味しいでしょ。本当はこれねほうとうにしたかったのね、すいとんとかほうとうとかそういうお団子系を入れたお汁にしたかったんだけど、ボリュームが出すぎてねお腹いっぱいになっちゃうから、根菜類、ごぼうと人参と玉ねぎと椎茸と豚肉と揚げと刻んでたらさ、もう入るとこなくなっちゃって、もういい。棒かぼちゃっていうズッキーニみたいな形してるかぼちゃで、普通のタイプのかぼちゃは柔らかく電子レンジでチンして、わざとフードプロセッサーにかけてドロドロにして加えてあります。でお隣はねこれ麻薬キンパって言われるやつ、大したもの入ってないんだけど、人参の塩炒めと大根のたくあん漬け作って、ちょっとだけ入れてくるくるって巻いて、このからし醤油にちょちょしてつけて食べるのね。これでもね止まらなくなるね、このからし醤油がいい仕事してんのよ。今キンパめっちゃ流行ってるよね、巷では。太巻きのタイプっていうのも有名なんだけど、こういうね一口サイズのきゅうり巻きみたいな大きさの麻薬キンパってジャンルもあんのよ。でその隣はこれさつまいものね時期だから、さつまいもで甘さ控えめの芋羊羹作った。上に紫色になってるのはこれ紅芋パウダー、パッパッパッパーかけたらね、なんかちょっとお芋っぽくない。これは随気ね、里芋の茎。随気大好きで、私何度も今年も食べてるんだけど、鰹節と昆布の出汁で炊いた。随気ってねスポンジみたいなのよ、軸の中身がね。だからすっごくね煮汁を吸うのね。美味しい煮汁にして、たっぷり煮汁を吸い込ませて噛んだらジョワジョワみたいな、そんなのがね美味しいんだよね。このお店とりあえず出汁はちゃんと取るっていうのをねコンセプトにしてんのよ。本出汁とか中華出汁とか鶏ガラスープの素とかね、そういうのを使わない、ちゃんと出汁を取る。普通のご家庭じゃねコストが高すぎてねできないよ。鰹節買うより肉のパック買おうと思っちゃうもん私も。でもねちゃんと出汁取るって味が違うよ、美味しい。お店始めた頃は私もずっと本出汁生活だったから、なんとなく不安で本出汁とかねとりあえず持ってたりしたけど、今は持ってない、そういう市販の出汁。さあ今日のねメインディッシュはねこれなのよ、ナスのステーキ、イルカナス。イルカナスって知ってる？すっごい中がね火通すととろんとろんな食感になる美味しいナスビ。これ最初見つけた時にはこんなにドッカーンってつけたら他のものが食べれなくなっちゃうから、もうこんなつけちゃいけないと思って切り刻んじゃったけど、もう今回はねそのご配慮全くなしでドッカーン食べてくれ。でもこれね私一人でこのおうちカフェやってんのね、だからこんだけのお料理を一気に同時に何人もに提供するって、全部を美味しいタイミングで出そうと思うと本当ね大変なのね。ただ継ぐものっていうだけでも多いし、ギリギリにキンパは巻きたいし、お汁も熱々で出したいし、ナスビもね出来たてすぐ出したいとかって思っちゃうとやっぱりタイミングがねずれていくわけね。夕飯でこのイルカナス食べましょうってこれを作ってで自分が食べる方がよっぽどね出来たてすぐが自分の口に入るから一番美味しい状態で食べれるんだけど、なかなか一番美味しい状態で出せれなくって、一気に同時に4人分とか言って、ナスできたついだ、ネギかける前にお汁をついで、ネギかけてキンパ巻いての切ってのせてってやってるうちに食べ頃がねどんどん後倒しになっちゃって、なかなか一番ベストの状態で出せれないんですよね。ワンオペで
やるってどんな献立を組み合わせるかってとっても大事で、全部が全部揚げたて焼きたて炒めたてみたいな、お客さんの顔見てから全部を作り始めるみたいなラインナップばっかりにしとくと全然間に合わなくなっちゃうから、本当これとこれとこれとこれはもう事前についでおけるとか、これをもう最後あと温めるだけとか、なるだけねお客さんの顔を見てする作業が少なくなるようにメニューは考えるっていうのはこれね大事で、隣はねこれクルマ風のコチュジャンとごま油で味がつけてある、ちょっと面白い味付けにしてある卵とじ、これ余裕があったらね動画出そうかな。でこれはねシソの実がいっぱいあるじゃない今、パッて茹でたシソの実をいっぱい入れたキャベツのコールスロー、ツナ缶とトウモロコシの缶詰と一緒に合わせてみました。水っぽくならないようにねキャベツはチンして固く絞って、マヨネーズを味付けに使う時には練乳と混ぜるのが好きですね。練乳とちょっと塩コショウを足す。大さじ1杯ぐらいのマヨネーズだとしたら練乳はね小さじ1杯ぐらい混ぜるのが好きだな私。で隣はねこれねまたね今年もシーズンやってきましたよ、生ひじきのシーズン。近所の海にねちょっと取り行ったんで、もう早速酢の物にしてみました。今ひじき新芽が出てきたって感じ。もう生のねこの取ってきたひじきってひじき臭が全くしなくって、ビバ海藻っていう香りがして、食感もねシャキシャキしててとても美味しいですよ。これスーパーでね売ってるの見かけて、ああ珍しいサラダひじきっていう名前がついて売ってると思って買ってみたらね、申し訳ないことにクソまずだったなんでどうしてって、いやすっごく硬いしね味が全くしないのね。まあ味はそんなにするもんじゃないけど、でもほんとねカス食べてるような何の味もしなくって、ほんと茹でても茹でても歯ごたえがありすぎて硬くって、いややっぱりね自力で自分で取ってきた新芽のひじきっていうのは柔らかくて美味しいわ。まあ、これね修行だから、この作業はこれ大変だからね。まあこれ食べたい人はぜひうちに来て食べてちょうだい。さあ次は今ねリンゴや柿や梨やで秋の果物いっぱいですね、果物いっぱい入れたフルーツの白和え作ってみました。お客さん言われてましたよ、白和えにフルーツって合うんだねって。合います合います。緑のキウイとかね入れたら緑が入ってとっても綺麗だったんだけど、緑のね食べ頃のキウイがなくって、仕方ないなってほうれん草の茹でたの入れたんだけど大丈夫でしたね、フルーツとそんな喧嘩しないほうれん草で。このね白和えのごま混ぜた後のお豆腐が余ったら片栗粉入れてお団子にして焼いて食べたらめちゃめちゃ美味しいおやつになりますからね。この動画の中でね紹介してますからぜひ作ってみてください。もうこの年になってねほんと白和えが好きになるなんて子供の頃には想像もしてなかった。味覚って変わるんだね。さあ最後は冬瓜のコンポート、上にクコの実が乗ってます、かわいい。冬瓜もねこれ美味しい、桃みたいって言った人がいましたよ。簡単に言えばお砂糖水で炊いちゃうってことですよね、コンポートだから。めちゃめちゃ食べやすくってね、ほんと子供でもガシガシ食べちゃうと思う、私も大好き。さあこんな献立でございました。まあこんだけね一人でね作ろうって言ったらね、まあ、そりゃね刻むもんが多いからそりゃ大変ですよ。コロナの前お客さんたくさん来ていただいてた時期があって、お席が満席になるまでお客さんって取るじゃないですか。一生懸命刻んで作ってもどんどんなくなるわけですよ。で毎日お客さんこなして片付けて残ってるものをチェックして、ないものは買い出しに行って、明日のためにまた作って、でお家でしょ、職場が何時まででもね仕事ができるわけですよ。白井がね体力勝負だから早く始めないと体がその重労働になれないわよって言われてた意味がねほんとよくわかりましたよ。若くないとねできない、体がついてこないですからね。でやっぱりねガチガチ刻むものが多いから、そうするとねあの当時肘が壊れましたね。ガッツンガッツン硬いもん切るから肘に応えて肘が壊れました。
で、まあ仕事のしすぎでね、腰もね壊れましたけどね、まあそれは未だにね、腰がヘルニアになったおかげで両足しびれたままだったりもするんですけど、でもね、お客さんが来て、あー美味しかった、また来るねって言われるととっても嬉しくって、でさあ次何作ってあげようってね、楽しいですね、この仕事飽きないですよ。重労働だけど喜んでくれる顔が直わかるから。おうちカフェ必要なのはちゃんと出汁を取る、お腹がすっきり草三昧、喜んでほしいっていうね、私からの重たい愛、それを支えてくれる体力、これが必要でございます。さあ私からの愛、召し上がれ。それじゃまた。